はい。皆さん、こんにちは。今日は、またまた、スノー AI の大人気歌詞ビルダーをアップデートしました。アップデートと言いましても、今までのように、ちょっちょっちょっとアップデートをするのではなくて、新次元へ突入というふうに書かせていただきまして、公式のメタタグを織り込んで開発をしました。 それをプログラムにビルトインして作るようにしましたので大きなステップアップをしたと思います。皆さんも最新機能を上手に使いながら使ってください。一部分そのメタタグを僕が整理しましたので少しお見せします。企業秘密とも言えそうなファイルです。はい。このように先頭にはスノー AI のメタタグ一覧ということでね、 セクションからジャンル、そして主要な楽器、ボイス、さらにサウンドエフェクト、それらもできるんです。皆さんこんなことご存知でしたでしょうか一番上にはアップローズと書いてまして、拍手とかですね、もしくは真ん中あたりには手拍子のクラッピング、あとは咳払いとかですね、クスクス笑うとか、 そんなようなことも、その AI のメタタグは認識するようでして、また、これだけではありません。このメタタグ以外にも応用したタグを使うこと、これも可能です、というふうに書いています。AI ですので、そこらはうまく組み合わせを考えたりしながらメタタグを書きます。例えば、セクション名に、インター、ギターソロ、こんなふうに書きます。 メタタグの決まりとしては、インターという感想という言葉があるんですけれども、ただそれだけではなくって、応用が効くということです。エンディングというようなものにでも、フェードアウトというような言葉をつけたりすると、フェードアウトをしやすくなる。このメタタグというのは100%ではないということはご理解ください。また、これから先はこれが 100%にほどなく近づくということはどんどんアップデートであるかもわかりませんが今はなるべくそのように作ろうとするそんなイメージで捉えていただいたらいいと思いますそれでは早速スノー a i 専用貸しビルダーこれを実践的にアップデートした部分を見ていただきましょう下にあるメニューなどは変わっていません ですから通常は左上側のスノー AI の歌詞を日本語で手伝ってこれからスタートすることが重要です。もちろんここでもうタイトルは〇〇という風うに打てばタイトル以外のことを聞いてくれます。そういう応用もできるんですけれども今日は基本の使い方というのを説明したいと思います。じゃあこのスターターを押します。はい。 今までと違って新次元アップデート版です。公式のメタタグ技術を組み込んでいます。その AI v3 の歌詞に最適化した形式でご案内します。というふうに新しいメッセージができました。そして聞く項目というのが11から12に増えました。それは7番と8番の部分が分離しました。歌詞の希望というのと 英語歌詞フレーズがまだっても OK か。この辺のところを分けて指示できるようになりました。ここで夏が来る嬉しさという風うにします。そして英語のフレーズの部分。ちょっとこれも入れてみましょう。8、混ぜて作ってという風うにしました。そしてボーカルですね。例えば女性ボーカルとか12番恋歌全開。こんな風な 雰囲気っていうのを書いてみましたこれで送信してみましょう イラガナで,でも提案しててくれています。これはその AI が間違いにくい発音をするためですはい今までとどんな風に違うか見てみましょう歌詞の部分とかはあまり変わっていませんがイントロインストゥルメンタルというのが一行で表示されるように変わっていますそしてまあそこからありましてブリッジの部分とか いらなかったら使わないでもいいし、またこれを膨らまして他の場所にもコピペする、そして自分なりに若干変えるというようなこともできるようになっています。そしてその下には前までと同じようにスタイルオブミュージックが書かれています。この出てくる形式はその都度に変わる場合がありますが、 基本的にはスタイルオブミュージックの英語とそして自分たちが見てわかりやすいように日本語ででも出てくれます J-POP で BPM128 アコースティックギターピアノをフューチャーして女性ボーカルで夏の恋歌という風うに書かれていますうまくスタイルオブミュージックも作ってくれますよねその後にこれが最大の目玉です 冒頭でお見せしましたように、その AI ではこういうようなメタタグを使えますよというのがたくさん羅列されてましたよね。あの部分で今の音楽にもしかしたらあっても良さげなもの、もしくはそれを応用したメタタグ。 我々は日本語ならわかるけれども僕なんか特に英語が弱いですからですね陽気な音楽とかいうふうに書きたくってもですねいちいち Google 翻訳を出してきたりとかそんなふうに今まではしていましたそしてサウンドエフェクトとしてクラッピングいわゆる手拍子そういうのもありますからこの手拍子を 入れたいとかいうようなこともコピペでうまくできるようにこのオプションメタタグを表示するように開発しました。その後にはひらがな歌詞。これも出てくれます。そしてこの後ですね、曲に合った画像生成もしてくれるわけです。ちょっとその一部分を見ていただきましょう。画像も作ってね、こんな風に押します。今までのセクションですね。 歌詞を作るセクション。そして、スタイルオブミュージックのセクション。メタタグのセクション。これらでもし GPTs が忘れていてたら、メタタグが出てませんよ、とかいう風にしてあげてください。そして、画像というのもまだ提案してくれてないので、このように画像も作ってね、という風に入れてみましょう。そうすると、今、画像を生成しています。何も言わずに、 作ってくれてるということは歌詞に合わせた画像が出てきます。夏が来る嬉しさの歌詞の情景に合わせて作ってくれましたということで、こんな感じの夏の風景というのを作ってくれました。GPT 図はこの1枚だけじゃなくて、次も準備していますので、次という風に押すだけで次の画像を出してくれます。 この画像の数は何枚ぐらい出てくるのでしょうか基本的にはバースとかコーラスとかそういうセクションがありますよね。今回の場合は1番、2番、3番プラスブリッジというのが出ていましたから7つのセクションがあるはずです。ですから7枚ぐらいは GPT は考えてくれてるはずです。ですから次と言えばまた書いてくれます。はい。 また、この画風というのも変えてもらったりできます。次は日本のアニメ漫画風でこんな風に書いてあげてください。とってもうまく書いてくれましたね。もう一度整理してお話をします。どんな結果を出してくれるかですけれども、一つ目には歌詞ですね。そしてその後はスタイルオブミュージック。ここに入れればいいような言葉ですね。そして その次はオプションのメタタグ。これで何か追加したら良さそうなものをチョイスして、スの AI の公式のメタタグからプレデンをしてくれるように開発しています。そしてひらがなというセクションもあります。そして最後が画像セクションです。こんな風にありますので、もし GPT が忘れていたりしたら、それらを作ってというだけで、 関連したものができますので、とんでもないものは出してきません。その辺のところを覚えておいてください。では、早速一曲だけ実演として SnowAI で作ってみましょう。まずは歌詞の一部分をコピーします。今回は平柄の部分を使いましょう。イントロ、インスルメンタル。ここまでを選択しました。そしてコピーします。SnowAI の方に行きます。 s n o AI のクリエイトモードにしたらカスタムモードを選びましょう。そうしましてここに貼り付けします。そして今回は歌詞がありますのでここのインストゥルメンタルモードはオンにしないでください。そして次はスタイルオブミュージックです。はい、こちらのスタイルオブミュージックをコピーします。そして s n o に貼り付けます。 あとはタイトルです。まあタイトルは必ずコピペしなくてもいいんですが、ここで作ったように夏が来る嬉しさ、これをしておきましょう。必ずタイトルもコピペしないといけなくはないというような感じのお話をしましたが、実はタイトルの姿勢の仕方で、その AI はよりサマーバイブスを強調して作るようになったりします。 全く関係がないのではないということも頭の片隅に置いておいてください。じゃあ、これでクリエイトをしますが、ちょっとその AI の部分の説明をします。上の黄色い帯には、V3α をテストしてくれてありがとうというような意味の文章が書かれています。そして、下の方には茶色い帯に何やら書いていますけれども、 これは V3 モードというのは課金してるユーザーさんにだけ今は公開しています。とっても SnowAI が混んでるということも書いています。いかにたくさんの人に浸透してきたか、そういうことがわかるようなメッセージです。ぜひ皆さんも SnowAI をできたら課金をしてたくさんの音楽を作りましょう。 じゃあ、何はともあれ、クリエイトをします。クリエイトの部分はちょっと端折ってですね、ショートカットしてお見せします。はい、できました。精度を上げたのか、サーバーが混んでいるのか、どちらかわかりませんが、アルファバージョンの時よりも倍ぐらいの時間がかかるようになったような気がします。本当はサクサクできるのがありがたいんですけれども、 それだけその AI が認められてきたということもあるので、これはいいトレスということでサーバーなどが強化されることを願いたいと思っています。じゃあ聞いてみましょう。

高く登り始めたら街中が色づき出すの君と歩いたあの道思い出しては笑顔になる夏が来る嬉しさよ君とまた手を繋ぎたい海辺で見た夕焼け はい。こんな感じになりました。その AI は今までよりも送り込んだ歌詞、これをなるべく途中で切らないように歌うようになってきたと思います。それだけではなくって、いろんな部分が改善されて、この2、3日良くなってきているような感じがします。これからもとっても期待ができそうです。今回の目玉のアップデート機能、 いわゆるメタタグというのを使ったらどんな風に変わるかというのを少しお見せしますいろいろ僕はテストでやってみたんですけれどもこのスタイルオブミュージックのところにここに出てきたクラッピングというのをこのようにして貼り付けましたそしてタイトルの方もクラップユアハンド、こんないい名前を付けてみたんですけれどもこのようにするとですね必ず というほどではないんですけれども、うまくクラップを入れた音楽が出来上がりました。ちょっと聞いていただきましょう。クラップ Let it echo in the air, feel it deep inside. Clap your hands, let the sound take control. From the front to the back, everybody's gotta clap, let's go. Clap your hands when you're happy, clap your hands when you're sad. Clap your hands for the good times, clap your hands when you're mad. No matter what you're feeling, just let it はいどうでしたでしょうかですから100%はいかないにしてもこうやってメタタグを貼っていただくだけで音楽に面白い効果を出すことができるということが分かりましたね皆さんも一度試してみてくださいこのワンセクションから次の後半などにつないでいくやり方というのは別動画で今までも何度も 出していますので、そちらの方のやり方は僕の方の動画を見ていただいて勉強していただくといいと思います。今回はその部分は省略させていただきます。また、その AI を利用して楽曲作りを楽しんでらっしゃる方、どうしても自分の YouTube とかに出しても10人とか20人とか少ない数の人しか聞いてもらえない。そういう方のために その AI クリエイターズクラブというのを設立して今現在約20名ぐらいの人が頑張って曲作りをしてらっしゃいますその人たちが作った動画を僕の8000人近い登録者のいるこのチャンネルでもっともっと広めるお手伝いをしようということで企画を立てていますそちらの方も概要欄の方に 貼ってありまして、どんな企画でやっているかというのを見ていただけるようになっています。もしよかったら参加していただけると、みんなでいろいろ勉強し合えて、かなり喜んでいただいている状況が生まれています。ぜひそちらの方もご検討ください。今日はスノー a i 歌詞ビルダーのアップデート。これを皆さんにお話ししました。またその他の その AI 関連の GPT 図も随時アップデートしていきます。期待してお待ちください。それではまたねー。